皆さんこんにちは。今日はですね、金曜日なんです。私の大好きな金曜日です。なぜかというと、お酒が飲めるからです。今平日我慢していて、金曜日、金土日は OK にしてるので楽しみな日なんですけど、今日は保護者が行かなきゃいけない用事があって、で行って、で帰ってきて野球を始めたので、子供たちのユニフォームとかグローブとか今買いに行って、そしたらどうしても長男がテレビで見てミスタードーナツが食べたいらしくって、ずっと言ってて、じゃあ今日帰りに買いに行こうかって言って、ミスタードーナツに行ったらまさかのすごい列で、そこで50分並んで買ってきて、そしたらもう夕方だーみたいな感じで、スーパーにも寄れずなので、もうピピッとウーバーをしてしまいました。なのでウーバーを待つのみです。まあね、こんな日もあっていいよね。ウーバーみんな嬉しいしね、ママも楽だしね、ね、金曜日だしね、みたいな感じでウーバーを待ってるんですけど、ひどいねちょっとすごいね、テーブルの上だ。今買ってきたグローブも置きっぱなしだし、すごいね。ママも片付けるから、みんなでじゃあ今から片付けましょう。はい、片付けよう。はい、どんどん片して。もう金曜日だし、私はご飯を作りながら金曜日にお酒を飲むのが好きなんですけど、ウーバーだけどもう飲んじゃおうかな。ね、飲んじゃおうかな。今日はこの池田ワイナリーさんの日本古来より山梨の風土に育まれ栽培されている甲州、うん、これまだ開けてない、甲州種ぶどうを厳選 100% 使用して貯蔵しました。今日は池田ワイナリーさんのワインを飲んでいきます。さあ、片付けしながら飲もう飲もう。買ったんでしょ。なんだかの野球の、うん、美味しい。ほら、野球って書いてある。野球って書いてある。野球の豆だ、うん、はい、チーズ、うん、片付けてしまいましょう。これ置いてきてくれる？ね、なんか油があるから今乾かしてる。あ、これ買ったよ。イエーイ。どう？いやー、これ。でも伝えて。一番でも買うね。一番取れない。見る見る、なんかすごい大きい。え、こんなに大きくていいのこれ？正解？ごめん、合ってる？大丈夫？え、こんなに大きくて重くない？はい、いいだ、じゃあ、やっちゃったの、ママ。この前の後に、土曜日に行ったところの野球のコースはみんなこれ持ってたよ、ほとんど。え、この 2リットル持ってた子いた？ほとんど持ってたよ、ほとんど。うん、暑いからね、どんどん水分取らないと。ママ、だよね。急に片付けないと全部。もう準備してあるんですよ。いや、テーブルの上全部片付けないと。何これ？え、これほら、お弁当とか持っていくものもあった。はい、出してください。よし、ではちょっとルバーが届くのをもうちょっとかな、待ちたいと思います。これね、立って立って。で、三男が何これ？幼稚園でね、あれ、なんだろう、ポンポンポンとなりんじゃん。違う、はい、ママと一緒に行きやーべん。はい、じゃあご飯来るの待ちまーすさあ、届きましたシーザーサラダと、これはカプレーゼ、カプレーゼ、あとバッファローチキンと、ミートソース、ポテト、あと今ピザを温めています。今回はボエムというイタリアンのレストランです。サラダ食べる人、葉っぱ葉っぱ、何それ、シンさん、葉っぱだね、葉っぱね、はいはい、バジルね、はい、はい、いただきます。白いのがありましたよ、うん、じゃあクルトンあげようか。
大丈夫。クルトンあげようか。うん。いつもあげようか。うん。さあ、ご飯食べてるところからもう今何時だ？11時21分になりました。23時21分でもう目もこの辺もくぼんできていますが、ちょっと鈴音を飲もうかなと。さあ、皆さんからこの前インスタで質問を募集したら、たくさん質問を送ってくださったので、今から質問に答えたいと思います。よし、じゃあ読ませていただきます。まず今日の晩ご飯は、あ、さっきのウーバーでしたね。ウーバーあんまり しないんですけど、久しぶりにしたかな。そうですね、久しぶりにしてね、楽で洗い物もないし、ね、疲れた時はね、頼りながらやっていきたいと思います。香水何使ってますか？香水使ってないです。いい匂いがする女性って憧れますよね。何つけてるんだろう、ボディクリームなのかな。つけてないです。でもなんか憧れます。男の2人のママです。男の子を育ててる上で意識していることはありますか？なんだろう、男の子女の子関係なく、もう大好きだよとか、ママはもう何があっても味方だよって、だけどダメなことは絶対ダメみたいな感じですかね。ストレス発散は何ですか？ストレス発散は、毎日寝る前に、自己肯定本、自己啓発本の本を読んで寝るんですけど、それが今私のストレス発散というか、なんか心が前向きになって寝られるのかなと思ってて、陰徳っていうのをなんか読んだんですけど、なんか陽徳と陰徳があって、まあ陽徳っていうのはいいことしたよって言って、じゃあ僕もしてみようかな、私もしてみようかなとか影響を与えて、なんかそうやって他の人もじゃあこれやってみようかなと思うこともあるし、決して悪いことじゃないんですけど、なんか陰徳っていうのはその誰にも言わないで、なんかいいことをする、まあゴミ拾いとかもそうなんですけど、まあ、掃除とかもそうだし、誰かの幸せを願ったりとか、なんかそういう陰徳を積むみたいな本を読みましたで、ネガティブになりやすいので、そういう本を読んで、なんか自分を常にあんまり落ちないで、なんか、ね、生きていることを楽しもうって思えるように、なんかそうやって寝る前に読むんですけど、それがまあストレス発散かなっていう感じです。で、お酒もストレス発散なんですけど、飲みすぎると次の日、あ、なん飲みすぎちゃったとかなんかなっちゃうから、ほどほどにお酒はしていて、本当に一番のストレス発散は自己啓発本だと思います。上の子たちの学校は別々ですかって、みんな別々なんです。通った幼稚園もバラバラですね。でもなんかみんな性格も違うし、なんかバラバラで、まあ、大変な部分もあるし、けどまあ私はそれでもう良かったかなみたいな感じで、子供たちもなんかそういろんな学校のこと知れて新鮮なのかなっていう感じがしています。子供たちはどんな長い習い事をしていますか？長男は、長男次男が野球を最近始めて、明日も朝から野球なのでね、11時半でしょ、12時過ぎには寝ようかなっていう感じですけど、とまず長男は野球でしょ、英語、あとうちにお勉強の塾、あと書道かな、こんな感じかな。で次男も野球を始めて書道を、あとは、まあ、英語と、次男も塾に行っていて、プールか。で、あと三男がいろいろ4月から年少さんになって、初めてのピアノ、プール、あとサッカー始めてね、みんな忙しいじゃないことで、なので、あの上の子たちは結構自分でも行ってくれるようになったので、近所だと自分で行けるようなのも楽なんですけど、まあ、なんでピアノは家に来てもらったりとか、あとお勉強も家に来てもらったりとかしつつやってるんですけどね、本当はもっと習いたいって言ってるけど、なんかいっぱい
ね、習ってもなんかいっぱいいっぱいになっちゃうから、なんかそういっぱいいっぱいならない感じでやってねとは言ってるんですけど、でも結構してますね、うん。次、あ、大学でお見かけしましただって白百合の子かな、ありがとうございます。声かけていいのか分かんなくてスルーしたけど可愛かったです、ぽありがとうございます。いっぱい声かけてください。なんか大学で同じ学科のお友達とかお話しする子もたくさん増えて、本当になんかみんなとにかくいい子なんですよね。この前アナザースカイっていう番組、ちょうど先週の土曜日かな、アナザースカイで協力してもらったんですけど、なんかみんなからなんかもっとなんか甘えてねみたいなこと言われて、私はなんかみんなより年上だし、なんかあんまり甘えすぎちゃうとなんか迷惑かなと思ってたりとか、あとみんなが一生懸命ね取ったノートとか、私仕事で休んだ時とか、なんか見せてってなかなか言いにくかったんだけど、なんかその時にもっと頼りに、なんかもっと頼ってねとか言ってくれて、私がみんなと仲良くさせてもらってるけど、ちょっと気を使ってるのを感じてくる、感じてたみたい、ね、で、それからなんかノート見せてとか言うと、もちろんだよって言って見せてくれたりとかして、本当になんかみんないい子、いい子で、ちょうどアナザースカイで私の若い時になんか大阪にロケに行ったりして、私が20歳の頃とみんなの今の20歳のこと見てると、なんか全然みんなしっかりしてるし、なんか年下なんだけどなんか尊敬することばっかりで、教えてもらうことばっかりで、本当になんか大学に行って、そう、授業以外にも本当にたくさんのことを学べていて、私はなんか今の大学で、あ、ちょっと長くなっちゃうんですけど、となんか資格とか取った方がいいのかなとか、なんか資格とか取れないとなんか一体意味ないのかなとか思ったことがあって、それを大学の先生とばったりバスで会って、帰りのなんか形として残るものじゃないとなんか意味がないのかなとか思っちゃうみたいな話をしたら、あ、そうかなって先生がおっしゃって、すべてのことが自分のなんか力になってるんじゃないかなって先生がおっしゃって、あ、そうだなと思って、私が今大学行ってるのはその授業とかで学ぶこと以外にもなんか経験だったりとかたくさんのことを学んでるんだなって思って、でなんか資格とかにはこだわらなくなりました。そうなんで、もしもね、この動画見てくれてるかな、わかんないけど、もしも見てくれていたら、どんどん大学内でも声かけてください。キャコリンの好きなお菓子は何ですか？なんだろうな、好きなお菓子を、お菓子好きなんですけど、そう、若い時とかは本当、朝起きたらお菓子みたいな、朝ごはんお菓子みたいな生活してたんですけど、さすがに今はもうしてなくて、あんまり間食もしないんですけど、でも、なんかデザートとか、甘いのは、好きなので、ポテトチップスも結構好きで、あの幸せバターってわかりますかね、幸せバター、ちょっと甘じょっぱい大好きで、幸せバターとビールはもうエンドレスっていう感じです。冬になっちゃうんですけど、今ないけどミルティーキスは大好きですね。あとアポロとか、なんかビターよりちょっと甘めなチョコが好きです。次は、あ、プラセンタはどれくらいでうちに行ってますか？そうそう、プラセンタなんですけど、なんか前の動画で、なんか40歳になってから始めましたっていう風にあのお伝えしたんですけど、なんかプラセンタをあの週1で打ってたんですよ。11月から11、12、1、2、3、6ヶ月ぐらい、半年ぐらい打ってて、すごい調子良かったんですよ。なんか朝も起きやすいしとか、なんか美容はね、どうなんだろう、ちょっとわからないかもです。そのなんか美容の効果はちょっとわかんないんですけど、で半年ぐらいやって、で4月の後半かな、私今のうちに引っ越してきて4、5、6だから3ヶ月ぐらい打ってなかったのかな、注射に行ってなかったら、
なんかしんどいなって思って、なんだろう、なんで私こんなに体力ないんだろうって、暑いからかなとか思ってた時にプラセンタだと思って、そういえば私プラセンタ3ヶ月ってないみたいに思って、今週久しぶりに、あ、なんかおばちゃんおばちゃんおばちゃんですね、これなんか久しぶりに打ったんですよ。そう、そしたらね、やっぱりちょっと調子いい気がして、あ、やっぱり毎週打とうと思って、私の方はまあ60代なんですけど、もう70近いのかな、だけどなんかやっぱり打ち始めたから朝とか楽になったって言ってて、なんか私はそのすごい体に合うのと、あとなんかチョコレート脳腫っていう、なんか子宮の病気で、そうずっと薬も飲んでて、で子宮系がねずっとなんかシクシクしてる感じで、あまり調子が良くないので、なんかね、そういうのにもプラセンタもしかしたら効いてるのかなっていう感じはするので、そうそう、また復活しました、プラセンタ。イライラとかしないんですか？します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 ね。でも反省します。イライラする必要なかったなとか、仕事とか大学でイライラすることはないんだけど、やっぱりね、子育てしてると長男と次男が本当くだらないことで喧嘩が始まると、なんかイライラします。なんか二人が喧嘩が始まると、なんか私までイライラしてきて、もう喧嘩やめてよみたいな感じで、兄弟喧嘩はいいっていうねことも聞いたりするし、そうだけど、なんか聞いててあんまりいい気分はしないし、兄弟喧嘩ってどうしたらいいんでしょうね。なんか2人で解決しようみたいな感じでもないし、男の子12歳と7歳、難しい。イライラします。イライラしても仕方ないって思ってるんですけどね。続いてです。あ、最近 DWE どうですか？ディズニーワールドファミリーの DVD ですね。私は本当にしつこくずっと流してたんですけど、車の中とか、なんかそれがベースになってくれてたみたいなので、なんか、まあ、ちっちゃい時結構かけ続けるのって大変なんですけど、でも DWE はかけ続けることに意味があると思ってて、別に何してない時でも家の中で流してたので、本当にあの英語教材おすすめなので、はい、おすすめです。若さの秘密、秘訣はなくて嬉しいけど、そんなことないんですよ。なんかインスタの写真とかは盛れる角度、自分のがあって、鏡越しに撮るんですけど、鏡越しだとちょっとなんか映りすぎてなくって、いろんなものがよくって、鏡越しはよく盛れるので結構鏡越しは撮っていますね。いいのかわかんないけど、秘訣ね。あとインスタの時はなんかビューティーカムで撮っちゃうと、なんかいかにもみたいな、なんか加工してますみたいになっちゃうから、なんか私の場合は普通の写真で撮ったのに、なんかビューティーカムのなんかツヤツヤ肌なんかみたいなのがあって、それをやるとなんかこのシワとかが消えるっていうのがあって、なんかそれが私の中では結構自然な感じで、なんかちょっとこういう目立つなんかちょっとお気に入りのシワがちょっと消えてみたいなのをやってるので、もしかしたら若く見えるのかもしれないんですけど、まあちょっとね、そういう加工とかも使いつつ、子育ち分かっても怒ってしまってて、ご犬リカバリーはどうしてますか？リカバリーは子供たちになんか謝る、なんかさっきはあんな言い方しちゃったけど、あの言い方じゃなくてこう言った方が良かったなって思うんだけど、ごめんねって言って、そうするとなんか割といいよいいよ大丈夫だよ、人間だし誰でも間違えるよみたいな感じで優しく言ってもらえたりして、またごめんねみたいな、気をつけるねみたいな感じですかね。なんかやっぱり強く言っちゃうこともあるし、そう、なんか基本は顔育てしててカウントダウンだなと思ってて、こんなに一緒にいられるのって今しかないなと思ってるので、貴重な時間が大切だなと思って、
特にね、私は仕事もして大学も行ってるしみたいな、少ないね時間の中で24時間一緒っていうわけじゃないので、なのでなるべく楽しく一緒にいたいなっていうふうにはなんか思っています。感じかなね。まだまだ質問全部ではなかったんですけど、ちょっと長くもなってきてしまったので、この辺で終わりにしたいと思います。皆さん今回も最後まで見てくださりありがとうございました。また次の動画も見てください。じゃあおやすみなさい。また見てください。